やっほー、皆さんこんにちは、あやです。東京には東京タワーやスカイツリー展望台をはじめ、都市景観を一望できる展望台、ビュースポットが数多くあります。しかしほとんどの絶景スポットは無料ではありません。無料の景色を楽しめる穴場スポットがいくつかあります。まずはじめに紹介するのは東京都庁展望室です。東京で最も人気のある重要な建物の一つである東京都庁からの眺めは素晴らしく、さらに南側と北側に2カ所無料展望室があります。展望室内にはお土産売り場もあり、連日多くの観光客が訪れています。次に紹介するのは麻布台ヒルズ展望台スカイロビーです。麻布台ヒルズは複数の商業ビル群で構成されており、メイン棟の森 JP タワーはアベノハルカスを抜き、日本一の高さ325メートルを誇っています。そんな JP タワーの33階には展望フロアのスカイロビーがあり、無料で東京の街並みを眺めることができます。東京タワーを眺めることができる施設はいくつかありますが、ここまで間近に遮るものがなく、東京タワーの景色を楽しめる場所は麻布台ヒルズしかありません。次に紹介するのは切手6階屋上庭園です。日本郵便が初めて手掛ける商業施設として2013年に開業した切手。6階には約1500平方メートルに及ぶ開放的な屋上庭園切手ガーデンがあり、東京駅舎や駅構内を発着する新幹線や電車を眺めることができます。ライトアップされた赤レンガ駅舎や美しく整備された広場、周辺を取り囲むように立つ高層ビル群はとても素晴らしいです。次に紹介するのは恵比寿ガーデンプレイスタワースカイラウンジです。東京都渋谷区および目黒区にまたがる複合施設の恵比寿ガーデンプレイスの38階にあるレストランフロアには2つの展望スペースがあり、ゆっくりと夜景を眺めることができます。東京タワー、東京スカイツリー、レインボーブリッジを見ることができ、さらに空気が澄んでいる日には富士山を眺めることができます。高さ160メートルから都心の眺望をお楽しみください。それでは今日の動画はどうでしたか？ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。